それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはシルクプリマドンナ、チアズグレイス。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくチアズグレイス行きました。続いて前へ行くのはシルクプリマドンナ、日本ピロスワン。どうやら後方からの競馬では。前の方から見てみましょう。この辺りで各馬第一コーナーにかかります。先手を取ったのはチアズグレイス、山勝スズラン。それに続きますティコティコタック、すぐ後ろ。その後ろからはマルターズスパーブ、その隣にソダシ、シルクプリマドンナ。この馬もこのグループ。すぐ隣にレディーバラード、すぐ後ろにグランパドドゥ、黄色の帽子マニックサンデー。その後ろ内からはドーアトレジャー、その後ろにカリスマサンオペラ、日本ピロスワン。その内に続いています。並んで7番ジェミードレス。1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として12番チアズグレイス、山勝スズラン。ほとんど差がありません。間を挟んでティコティコタック、3番手。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はチアズグレイス、並んで山勝スズラン、離れてクソダシ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。あと 200m、 ここで先頭変わってソダシ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はシルクプリマドンナ、先頭はソダシ。1着でゴール。2着にはどうやらシルクプリマドンナ、3着にティコティコタック。勝ったのはソダシ。このレースを制したのはソダシ。